どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。どうも皆さんおはようございます。月崎ゲスコ16歳です。ということでね、久しぶりに月崎ゲスコ先生の、登場ということで、今日何やっていくかっていうとですね、あのお相手の、デッキを、粉砕していこうかなと思ってましてですね、あのデッキ破壊です。で相手のデッキを破壊していきましょう。これなんで今これ やるかっていうと、あの新しいビンゴミッションでこのカイトロイドっていうのがまあ追加されたんですけども、これミオ CG カードでですね、デュエルリンクスでしか使えない超やべえカードなんですけども、このカードの効果が、まあ以前も説明したんですが、一応もう一回説明します。直接攻撃相手がした場合、ダメージ計算時にこいつを手札から墓地の送り捨てるとゼロにできます、戦闘ダメージを。で墓地からまた除外するとまた同じように直接攻撃のダメージをゼロにできる。つまり2回直接攻撃のダメージをゼロにできるという、非常に守備力が高い、まあ、守護神ですね。川口義香さんです。あ、古いですか、すいません。まあそういうカードなんですよ。で、まあ、場がガラッキになりがちなカードなデッキとかに比較的相性がいいなという話がありまして、でまあディスコードのメンバーでね、デッキ破壊で KC カップを突破したっていう猛者がいまして、でその方のちょっとデッキも参考にさせていただきながら、あの組んだデッキでございますね。まあ今までそのクリボールとかで相手の攻撃防いできたと思うんですけども、まあこれがカイトロイドに変わったようなイメージですかね、基本的には。で、あのメガロイドシティっていう、これ自分のフィールドのカードを1枚破壊するとロイドカード持ってこれるんですよ。で破壊してるじゃないですか、メガロイドシティって。だからこのウォームアームとかと相性がまあ比較的いいかなという。で3枚はちょっとやりすぎなんで、あの1枚ぐらいにしてますけど、結構この動きが強いですね。ウォームアームをそのシティで破壊してロイド持ってくるっていう。で破壊したウォームアームはまた、強化蘇生とかリミットリバースで使いますっていうね感じです。でですね、あのチェーンデストラクションとか、あの最後の同調とか、ああいうカードまあ入れてもまあ面白いと思うんですけど、あれ結局そのなんかなんだろうな、あの上振れ札というか、上振れ札なんですよ、あれ上振れ札なんですよ。だから今回はある程度しっかり戦える、ある程度戦えるデッキ破壊っていうのをまあ目指してたんで、まあその辺のカードはちょっと一回抜いて、シンプルにウォームアームと、あとこの最強の、グローモスさんね、このオンスターで戦っていくと。グローモスさん皆さんご存知ですか？もう今やこれ使われてないから、あの一応説明しますね。このカードが戦闘から攻撃宣言時、相手からでも自分からでも攻撃する場合ですね、される場合、相手は1枚カードをドローしますよ。でその種類によって以下の効果適用すると、モンスターだったらバトルフェーズ終了、魔法だったら直接攻撃できる、罠だったら守備表示になると。これね、モンスターを相手に引かせると何が起きるかっていうと、バトルフェーズ終了するんですよ。でデュエルリンクスっていうのはメインフェーズ2がないんですね。だからターン終了なんですよ。これグロモスで攻撃してモンスターだった場合ターン終了なんですよ、相手は。強いでしょという、そういうギミックがありますね。この辺の一応モンスターも一応蘇生できるんですけどね、まあ、これはちょっとね難しい。攻撃されるときにもうされてる場合、されてる瞬間にその強化蘇生とかリミットリバースを打ってもそのグロモスの効果発動できないので、この辺はちょっとね注意していただきたいとは思ってます。はい、ということで早速ゲスデッキ破壊ぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴンいいじゃないか、ロマンがあふれるな。まあ、もうネオブルーアイズもあれ大概ですからね。あいつ大概やからな。まあ、レインボーライフを変えてるとあればね、多分死なないと思う、さすがに。さすがにね。でレインボーライフで変えてると捨てといて、なんか直接攻撃1回防ぐっていうこともできるから、コストとしてもねできるんですよね、これ。結局その変えてるとってレインボーライフのコストにもなるっていう点が非常に優秀です、このタコは。やべえ、いきなり融合されるかもしれない。これいきなり融合来るか、いきなり融合か、融合。あ、ブラロ OK。ブラロはですね、そこはしときましょうか。チューナーを裏返しておけばいいっていう、これ相場決まってるから。チューナーを裏返しておけば、問題はないという相場決まっている。まあ、別にね、やらせてもいいんですけどね、もはや。もはやですよ。もはやね。だって、ウォームアーム破壊してほしいんだよ、こっちは。
さあ、ゲス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 、どうしますか、カイマさん。あ、融合。何？もうブルーライズ取ったか。やばい。ネオブルーライズアルティメットドラゴンだ。最強のモンスター来る。カイトロイドに耐えよう。カイトに耐えよう。あ、ちげえわ。なんだこれ。あ、バスブレか。あ、いってえな、それ。貫通はちょっといってんだよな。まあ、レインボーライフあるので、まあ、多分死にはしないかなっていう、まだ。そう思うんですけど、まあ、これ一回受けだな。これ一回受けましょう。1400、1900、2100、いける。大丈夫だ。2100ぐらいだったら、問題はない。よし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 、オッケー。オッケー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 。で、伝説の白石の効果で、ブルーアイズ持ってこられてきた。だブルーアイズはもういない。ブルーアイズはもういないが、なるほど。はい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 。なるほど。貫通いてえな、これ。これ貫通いてんだよな。どうしようかな。でも、言うてさ、レインボーライフあるから、これ、あと8枚でしょ。あと8枚だから、いや、でもデッキトップによるんだよな、これ。デッキトップによるとしか言えない。ちょっと貫通いてえ。あ、来た。ブルーアイズ来た。来い、ブルーアイズ、アルティメットドラゴン。オーケー、3000把握、バトルアイズオーケー。で、貫通いてえけどもらう。貫通いてえけどもらうしかないか。オーケー、オーケー。で、3枚墓地食った。オーケー、超の補達、目覚め戦率オーケー。で、これはカイトロイド発射。せっ、よし、いいぞ、俺のライフを守れ。ドロー、強化させ、強い。せっ、ターン終了。いける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 。頑張れ頑張れ、ゲスだゲスコ、頑張れ。もうちょっとだ、あと3枚だ。あ、オッケー、オッケー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 。バトルフェイズ吐く、殴っていくが、殴っていくが、攻撃宣言時強化蘇生の効果と強化蘇生の効果によって墓地のウォームワームを特殊召喚、押してまいる。さあ殴れ、貫通で殺せ俺を。貫通すると思って、あれ、おい殴れよ、何ビビってんだよ。殴ったら勝ちじゃねえか、バスターブレイダーで。それは甘えちゃってますね。バトルフェイズ押してまいる、ギュッとれ。もう引くカードがないな、カリマさんよ。グローボス効果、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、クロノスデメディッチはやばいな。これ古代やったら即され案件なんだが。どうしよう、こうですね。古代マジでやばいからね。古代はガチでやばい。古代やったら大丈夫や、多分。好きなもん言わねえわ。多分封鎖だ。オッケー。セーフ。おじょおじょ。あの、アンティークギアマジ勝ち目ないんで。アンティークギアっていうか、もうそもそもさ、これ思ったんだけど、またこのカエツロイドとかがちょっと調子乗ってるこの環境、意外となんか古代強いんじゃないかってないですかね。アンティークギア。結局なんか、いつの時代もあいつはなんか、急に出てきてなんか環境のデッキにその一石が投じるみたいなとこあるから、古代ってね。納金だし。お、強えな、おい。強えじゃねえか。うわ、ゴリハンかよ、ゴリハンじゃねえかこいつ、ふざけんなよ、ふざけんなよこいつ。もうそこらすしかねえから、ここそこらしとこう。これやべえな、これ、これマジでキザン出てこないね、もうこれで。あー、オッケー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 、使ってくれんの、オッケー。あ、使ってくれんの、マジ。それ11交換やけど、次のターンで待ってもいいんじゃない、それさすがに早とちってんな。おい、結束の使い方雑か、道場、なるほど。道場しかないし、今。もう、今、引いてんの。俺も、もうこれ、そこらしロックしたから、二刀流は多分、飛んでこないとは思うんだけど、多分ね。オッケー。レインボーライフか。どうしよう。まあ、ウォーマムセットな、ウォーマムセットして、で、こうして、グローモスで殴って、ひたすらにモンスター引かせるっていう、この作戦やな。あと、そこらしロックされている、フーマがどかないことを祈る。あれですよね。融合の影六部衆、リハンドの。リハンドのが入ってると多分どけはするんですよ。で、二刀流してからのみたいなことできるんですけど、あれやられるとちょっと辛いが、
まあ、それじゃなければ多分なんとかなるかなという。あーオンオーケーで、キザンですか、新鋭ですか、ノーキザン、ノー新鋭、キザン、キザンね、オッケー、キザンドロー、うーん、キザンドローで、ゴーシンクロして、これね、一番やばいのはアルマレス、一番やばいのはマジでアルマレス、アルマレス、つけられたら終わります。頼む、下手くそであれ、よしよっ、よっ、セーフ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 よし、いいぞ、そこはアルマレスを作るんやったらクロノスさんよ、ガイの力いいだろう、脳筋力ここまできっと。あ、今これ KC カップ中なんですけども、今 KC カップファースト、おそらく6部衆師範、師範じゃねえや、支援作っときゃ勝てると思ってんだろうな、こいつ。甘いな、考え方が甘いぜ。さあ、グローモス効果、モンスターを引け、スッ、はい、勝ち、はい、俺の勝ち、俺のギャンブル勝利で、ドロー、リミットリバース、リミットリバースセットしよっか、一応で、セットして、で、バトルフェイス入って、で、これぶん殴っていく、グローモス殴ってモンスター引いていく。よしよしよし、いいぞいいぞ、グローモス仕事してるぜ、ひたすらに引きまくれ、ひたすらに引きまくれ。あとはあれですね、なんだっけ、バウンスマヤーツ、エニシ、エニシ殿がちょっとめんどくさいかなってぐらいで、セットセットセットってなんだ、セットってなんや、セットってなんや、オッケー、グローモス効果でモンスター引け、モンスター引け、強すぎん、グローモス、グローモス最強か、グローモスの関係トップやろこれ、はい、もう一回モンスター、どっちでもいいけどモンスター引け、あ、もまあトラップ、オッケー、守備表示になる、つえグローモス、グローモスで、セットモンスター殴ってくんねえから、セット殴ってくんねえから、奇跡的に、奇跡的にセット殴るみたいなパターンねえかな、これ、ね、うまい人やったら多分これここで多分ね、リハン出して、でモンスターバウンスしてみたいなことしてくると思うんだけど、多分普通だったらしてこない。脳筋6部、脳筋6部はね、対策を知らないんですよ、こういう時は対策知らないの、とりあえず支援出して殴るっていうことしか知らないから、あの人たちは。はい、バトルフェイズいいでしょう、バトリングフェイズ。はい、そっちなんすか、アザス、アザースはっ、弱すぎ、大変のするお仕事、あとは大変の、殴っちゃうの、勝つんですけど、それは勝つんですけど、絶望のグローモスナックル大変でした。さあ、お相手の方、おゲスだけゲスコ対決よろしくお願いします、デュエルスタンバイ、デュエルスタンバイ、やべえ。やったかな、デュエル、岩戸はちょっときついな、岩戸はさすがにきついか、岩戸このデッキきついデッキ多すぎん、このデッキきついデッキ多すぎなんだが、岩戸つらいぞ、岩戸立てられた瞬間終わるんじゃねこれ、岩戸そこらしできなかった瞬間終わりなんだけど、このデッキセット、あ、セーフ、それだったらセーフ、セーフ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 、おお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 お、食器手だ6枚ってやばいな、セット、オッケー、あー、なるほど、これなんだこのデッキ、岩戸じゃねえのかな、でも岩戸以外のデッキでセットするモンスターなんだ、ちょっとわかんないぞこれ、グローモスいきまーす、グローモスは、グローモスどうでしょう、着手はなんもない、グローモスで攻撃します、絶望のグローモスナックル、はっ、最後の同調、やべえこれデッキ破壊や。やべえやべえ、これ真のゲス先ゲスコ決定戦ってこと、これこれ最後の道場多分ですけど、いや最後の道場、俺あの昔のやっぱな、これ最後の道場多分ね、これデッキ破壊、これウォームアームかってことは、いいだろう、受けて立ってやろう、どっちのデッキが早く終わるか勝負だ、ちょ今んところリード許してる、今んところリード許してる、あリミットリバース強いって、おいやめろよ、強えなハンド、くそやばい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 、強すぎ、強すぎか、チーターかよ、やばすぎだろ、いやこれやばかった、最後のジャンプ、最後のドジョって横にしても負け、これ
横にしてもう負けだし、最後の同調しても負けだし、いやー強い、劇的に強い。ちょっと待って、真のゲスだけゲスト決定戦余裕で負けたんだけど。いや強すぎない、反動やばすぎでしょこの人。さらに嘘だろ、もう横にしたら勝ちなんだって。横にして態度しろよお前、ふざけんねこいつ。ふざけた盤面やなこれ。サンダークラッシュそんなも入ってんの。これガチでさ、3チーム前ぐらいでもデッキ削り切ってんじゃないこれ多分、知らんけど。これで9は落ちるんでしょ、これやばすぎ。新作バロタやばすぎた。原爆